ドリーム&ドリーマー。時代が求める医療人を育成。松山市花園町のここ川原医療大学校では、歯科技工学科をはじめとする4分野全6学科を設置し、現場で求められる知識技術を身につけた医療のスペシャリストを育成しています。今回はお口と歯の健康から笑顔を作り出す歯科技工士に注目。歯科技工士とは、歯科医師の指示書に従って患者さんが失った歯を補う入れ歯や詰め物の製作、修理などを行う仕事。松山市の歯科技工所株式会社歯研では、多くの歯科技工士が患者さんに合わせたオーダーメイドの一品を作っています。自分が作った入れ歯とかで患者様が喜んで生活できたらいいなと思って。歯科技工士になって1年目の柴崎さん、仕事もプライベートも充実しているんだとか。一人一人歯の形が違うんで、とてもやりがいがあります。バイクをカスタムしたり、お父さんと一緒にツーリングに行って、海の近くとかに。他にも多くの若手が現場で活躍。その理由を柴崎さんの恩師はこう語ります。デジタル技工っていうのが増えてきていますので、それに伴って需要の方も増えてきていると思います。実際に使っている材料とか機材を使用して勉強していますので、ちゃんとフォローができているかと思います。確かな知識と技術を伝える先生たち、その胸にあるのは歯科技工士という仕事への強い責任感。患者様のお口の健康を保つ大事な仕事だと思いますので、ぜひ挑戦してみてもらえたらなと思います。今では働きながら子育てをするワーキングママも活躍しています。本当は5時半なんですけど、4時に帰ってます。ここはすごい子育て世代に優しいというか、融通を図っていただいて助かってます。休日はいろんなとこ連れてったりとか、子供第一そんな川村さんが目指す理想の将来像とは。会社の人にも患者さんにも歯科医院の方にも信頼されるような歯科技工士になりたいなと思ってます。医療現場さながらの充実した設備環境。開校以来就職内定率 100% を誇る川原医療大学校。ご覧の日程でオープンキャンパスを開催します。ぜひご参加ください。